明石市長、泉房穂氏。不思議だ。パソナって、何がそんなにすごいのか、がネットで話題。内容はこちら。明石市長、泉房穂氏のパソナへの疑問が話題のようです。では、泉房穂氏の発言を見てみましょう。明石市長、泉房穂。パソナを批判したらダメだ、と周りの者が、やたら忠告している。つい先ほども、フォロワー数が竹中平蔵氏の数を超えてしまったと、知人が心配して連絡してきた。不思議だ。パソナって、何がそんなにすごいのか？ちなみに南部代表とは、11年前に一度お会いしただけ、竹中会長とは全く面識はない。どうも政治家が竹中平蔵氏に忖度しているようですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。死んでもいいくらいの覚悟で奮闘なさっているのでしょうが、泉市長が亡くなったら、明石モデルが全国に広がる目がなくなるので、どうか長生きしてください。泉さんまともすぎて、めっちゃ好きやわ。どこかの暴露系とは違うわ。泉市長の発言は、めっちゃまともですよね。次はこちら。一企業のはずなのに、批判が NG とかで、政治と癒着するのは良くないですね。あくまで政治は公平でないとダメ。こういうのが日本経済の悪化の原因の一つでしょうね。政治家が一企業に物申せないその状況が異常なんですよね。よほど利権や癒着が横行しているのではないでしょうか。次はこちら。なんで日本を破壊した奴を批判したらダメなのか、わからんのだが。裏側の姿がすごいんでしょうね。竹中平蔵氏の裏側の姿。想像するとなんだか恐ろしい。最後はこちら。パソナの凄さとは、短期間に日本の中産階級を徹底的に破壊したと私は思っております。個人的には許容できない凄さですが、日本をめちゃくちゃに破壊した組織ですから、怖いですよね。パソナ。パソナってね、利権のマボちゃんがすごいのよ。何がすごいって？この国の経済を破壊し尽くした全ての元凶ってところだよ。パソナは悪の枢軸ってことだね。パソナって、負のイメージしかありませんよね。結論。パソナといえば、もう中抜きのイメージしかありません。しかも、泉氏の情報では、パソナは落選中の政治家に対して、その間の生活費用の面倒を見たりもしている、とのことですからね。だから多くの政治家が竹中氏に忖度をしているのではないでしょうか。とにかく泉市長には、もっとパソナに関する裏情報を暴露してほしいものです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。